三時に会いましょうは TBS 系列で1973年7月2日から1992年10月2日まで月曜日から金曜日の15時台に生放送されたワイドショー番組である。1968年にスタートした富士テレビ系列三時のあなたに対抗して開始された。当初は船越英二と野際陽子が司会者であり内容も 生活情報が中心だったが、1975年4月から NHK を退職したばかりの野村康春が TBS との局契約イコール、食卓社員アナウンサーとして四代飯会社になってからは、木沢慶一、三戸井聖子、桂木久丸、竹下の子ら個性の強いリポーター陣を廃止、スピード感のある、凶悪事件、スキャンダル中心の芸能情報中心の内容に、 路線転換し、長年にわたり、3時のあなたと共に熾烈なスクープ合戦を行った。開始して3ヶ月間は15時16時とちょうど1時間だったが、1973年10月1日から15時55分から16時に、番宣番組、テレビガイドを設置したため5分短縮し、15時15時55分の放送になる。その後、百七十五年一月から、 テレビガイド中断で再び1時間に戻るが、3ヶ月後の同年4月から、テレビガイド再設置で再び5分短縮された。番組スポンサーは、主に不定期で花王が提供した時期があるが、番組の前半のみで、青森テレビ、中国放送では、1時間通して花王に加え、ローカルスポンサーも提供した。他の系列局でも、顔のスポンサーがない日や、 後半のスポンサーはついたつぼねとつかなかったつぼねもある。なお、顔がスポンサーとなったのはン時のあなたにライオンが提供していたためであり、1990年代からの朝のワイドショーでは、これが逆になっていたのスポンサーだった。1992年4月以降、おはよう、ナイスデー、情報プレゼンター特だね、のスポンサーとなっている。2021年現在も同じ。 1992年4月、司会が蓮舫と岡田康則に交代し、タイトルロゴとテーマ曲も一新して、若返りを図るが、同年10月2日をもって19年3ヶ月の歴史に幕を下ろし、開始時間を14時からに前倒ししたスーパーワイドにリニューアルされた。ピーコが出演し、服やカバンのファッションを見る、辛口、ピーコのファッションチェックという人気コーナーがあった。 これはもともとピーコが出演していた、フジテレビの朝のワイドショーで、皇室一家や芸能人の装いを見て、コメントをしていたのを発展させたものである。あと番組、スーパーワイドに続き、TBS の午後ワイドショーの休止の後、フジテレビ、ビッグトゥデー、2時のホントに移行され、これら番組の終了後、ジャストで TBS に復帰、一人の芸能人を一週間の行動を尾行する。 美光大作戦というコーナーがあった。心理先生学神綺麗が占いのコーナーを持っていた。番組のラスト近くで報道局からのニュースコーナーがあった。また、占い知ルネバンダール渡辺の占いのコーナーもラスト近辺にあった。岡部通る、木戸マー子が司会の時代、金曜日のエンディング前には今週の一曲として主に演歌を放送していた時期があった。 一部のテレビ雑誌、新聞で番組欄の掲載文字に制限があったため、3時に、い、3時に会おう、3時に会いましょと略されたことがある。大半の番組スタッフは、現在放送されている、朝ちゃん、新、情報7デイズニュースキャスターなどに映っている。本番組のオープニングタイトル及び CM の直前には、テレビ画面の右下に白丸を表示させていた。これは、 いわゆるネット Q がまだ完全に機能していなかった時代及びネット受け全局がネット Q を受けられる体制になかった時代の各局へ対する合図の役割を果たしていたものである番組開始当初からアバンタイトルの方式を使い3時の時報とともに最初の話題の映像資料 VTR を流してからその後女性コーラスがルルル3時に ああいましょうと歌うタイトルコールとタイトル字幕の大写しを入れて提供クレジットスタジオ進行部分という流れだった。なお花王が花王石鹸から社名を変更した初期の頃の冒頭は一社、共産番組共通のクレジットを使っていた。ただし、昭和天皇の病状が悪化した1988年9月20日以降、しばらくの期間は三次の時報が流れた直後に、 アバンタイトルなしで歌うタイトルコールが流れた。1992年4月6日の連邦、岡田康則が司会になった以降、番組テーマ曲は三重子、あなたのままでが使われていた。CM 前の BGM はスーパーワイドでも放送終了の1996年5月31日まで使われていた。芸能人に関してのテロップは継承を使わずに放送していた。この番組は、 TBS 本社のスタジオからの放送ではないため、テロップはあらかじめ用意できているものを除き、基本的に手書き文字によるものであった。映像協力に関わっていた JNN 系列局は、初期のスーパーワイドを含めて略称とテロップを出していた。この番組以外のビッグモーニング、モーニングアイなどでは JNN 系列局に関しては略称を使っていた。 1989年夏頃、当時ブームだったイカテンバンド、ホコテンバンドについて特集を放送。三宅雄二のイかすバンド天国を密着取材していた。ナレーションは取材した鳥居守る校が兼務していた。司会の岡部徹、木戸真子、コメンテーターの小中陽太郎、鳥居守る校がイカテンブームを絶賛している内容だった。 子供のいる主婦や年配層向けの番組だったが、若者向けの音楽特集を放送したのは、当時の情報番組では異例である。1989年10月26日、番組スタッフが、オウム心理教幹部に弁護士、坂本つ,つのインタビューを放送前に視聴させ、オウム心理教による坂本つ,つ弁護士一家殺害事件の引き金となった。詳細は、 TBS ビデオ問題を参照。1981年2月18日に放送された噂の刑事トミーと松の第60回目なぬドラマの犯人は本物だでは劇中に本番組が登場している。1978年4月から1979年9月の午前11時から11時に会いましょうという生活情報番組が午後のささやき作詞。 悪友作曲、徳良ら一、番組初期には中村陽子による歌唱バージョンも使われていた。オープニングは女性コーラスあり、エンディングはコーラスのないスローテンポ。オープニングはもともと30秒ほどある楽曲だが、1980年代は最後のタイトルを歌う部分しか流れていなかった。TBS のスタジオではなく、千代田区北の丸公園の科学技術館内にある、 ジオダビデオのスタジオから生放送されていた。スーパーワイド初期も1994年3月まで同初から生放送されていた。1994年4月から最終回までは TBS 本社から生放送されていた。1988年4月から1991年3月1991年4月から1992年9月新曲回曲に。 伴う開始はオフ化した。青森テレビ等の一部地域のつぼねでは、オープニングの提供クレジットが差し替えられていた。近畿高一県では1974年8月まで、朝日放送が全国高校野球選手権大会中継を、1975年3月31日以降、毎日放送が選抜高校野球大会中継を放送するときは、 ほぼ大会前期間にわたって休止された。ただし、MBS 移行直後まで、開催の有無にかかわらずの休止だった。山院放送では、ドラマの再放送枠であった。新越放送、静岡放送、北陸放送、南日本放送はテレビ朝日、系列新局会局による移行である。また長崎放送、熊本放送、宮崎放送は、 テレビ朝日系列平日昼の情報番組枠の時間枠変更による移行である。ありがとうございます。